安住当たったね。雪島の体が心配です。え、全然元気なんですよ。でも目のクマがやばいねって言われた。配信じゃあんま分からんけど、あんま分からんのですけどね、この辺のクマ、クマがあるみたい。隠してもらったファンデーション。前髪が長いな。なんか大学生になりました。おう、久しぶりじゃん。いいね、大学生。休み休みやりましょう。でも休んだら抜かれるんですよ。服部さん、クマギフトありがとうございます。クマ。芸能人との対戦。芸能人、こんばんは。やすべさん、すすきをありがとうございます。こんばんは。車運転中なうはダメだよ、コメントしたら。初見です、こんばんは、はじめまして。やっぴー。時間ね、3分おきの44秒って言ってるけど、時間余ったら全然もうガンガン回してるよ。そう、 100% ではないだから。でも一回その3分の波に乗れたらしばらく乗れるんですよ、3分おきだから。全然無駄にはしてない。1回3分のやつに乗れたらしばらくはできる。早く終わりすぎたら2回回して、だからその3分が2回くらい間に3回やったりとかやってます。もちろん無駄にしないよ、こんなせっかちな私が。服部さん、ハートありがとうございます。今日も並べてた。まつげ最高、ありがとうございます。意地なら負けないようにしてますね。でもそう、わざとめちゃ遅くしてくる方いるんですよね、某メンバーのファンの方。こんばんは。まさか並べてるよ。もう気がなくても休みが、休みは全部並べてます。こんばんは。今日もネットフリックスがもう本当にありがたい、暇だからネットフリックスを見ながらやってるんだけど、めっちゃ元取れてる、ネットフリックス。こんばんは。ゆうちゃさん、かわいいギフトありがとうございます。カードの3でメンバーに煽られてる人がいた。え、私もスタンプ連打して煽るけど、出さんかったら。煽りスタンプじゃなくて手振ってるやつとか。早く出してよ、さすがにあれだから。頑張りかとかにしようかな。こんばんは。ピンチピンチ。スタンプ変更で頑張りか。あ、プンプン頑張りかにした。いい言葉で。明日から大学再開なる通常時間一緒並べします。中学時間、ありがとうございます。
夏休みは終わりってことか。まだ3分の1も終わってないね。しかも全員が接戦っていうね。ちょっと気抜いたら順位普通に1位から4位になったり、4位になったり1位になったりするし、普通にめっちゃ接戦。こんばんは。でもね、そうなんや。ちょっと本当にちょっとの差ですよね。もう必死です。こんばんは。ツインテールが可愛いよってありがとうございます。この展開予想してたって。うん、なんか2人ぐらいしかやってなかったからやろうと思って、もともと無理だと思ってたからやらないって言ったんですよ。だけどあんまりみんなしてなかった。ゴールデンベッドタイムって僕らも10ベッドした方がいいのって。え、ハートがあるなら10ベッドして1位を取ったらめっちゃいいけどって感じです。こんばんは。そう、今4人になってる。そう、私が立候補した段階では3人だったんですよ、ちょうど。だから、あ、間違えた、バーストしてしまった。なんか忖度してしまった。そうなんですよ。でもここで引いてしまったらなんか余裕で3人になっちゃうから、そう、それも嫌だし。こんばんは。ユミリさんとユキリカのペアのラーメンみたい。でも誰がなってもいい感じだよね。なんかバランス、身長とバランス。明日引き離すチャンスだと思うじゃないですか。 M ステないメンバー長時間レッスンというものがありまして、多分 M ステメンバーの方が携帯触れるかも。移動中とかさ、本番以外触れるじゃん、リハーサルと本番以外。でも私はレッスンだから。5時間、休憩時間は全部回しますけど、触れるところは全部やろうと思います。何用のレッスン？え、11日のレッスンです。私出ないやつ。そう、でもそう、まあ花だれはいつか出るから17かな、私は。だからみんなは11のやつだけど私は17ですね。出ないけど、アンナちゃんがいないのでアンナちゃんのところでレッスンです。そうなんよね。でもめっちゃ久しぶりレッスン。もうどんぐらい行ってないやろレッスン。本当にめっちゃ行ってない。この前の花だれ声もレッスンなしであったから、そう、マジ3週間ぶりとかレッスン行くのだから楽しみではある。質の上がなかったらすごい楽しみでレッスンに行ける。声の準備はね全然完了っていうか、まだ17だから。レッスンもういつぶりって感じ。初日の前日にあったんですよ最後。だからあの広島の前日にあった。何日だろう。だから 2,3 週間ぶりなんですよ普通に。やばいよね。質の目があると忙しくなるもん。
ね、本当に。はあ、もうやってしまったからな。こんばんは。コーフェコレクションの前日はしっかり寝てほしいね。その頃にはでももうなんか差がついてそう、ある程度落ち着いてそう。どうなんだろう。ゆきちゃんのためにできることはありますかって、たくさん並べてくれることですしかないです。そうですね、こんばんは。そう、巻き髪ツインテールです。今日は生写真撮影があったので、いつかの生写真この髪型で登場するかもです。今夜ってなんかあるのって、明日は M ステだからじゃない、朝早いとか。こんばんは。ゆみりんさん推しが多いから最後まで分からない。え、そうですよ、今私が一番危ないですからね、あの4人の中だと。普通にゆみりんさんはちょこっとするだけでガンって上がってくるんで、本当に喋ったんですよ今日ゆみりんさんと質並べのこと。私は夜しか並べれない、違う、朝しか並べれないって滝野さん言ってたけど、その朝だけでそのグインって上がれるから、私は一日中やってこれなんで、だから全然なんですよ。月見パイは食べてないです、まだマック行ってない。なっちゃん軍団が応援してくれれば。なっちゃんもやってるもんね、一応とかやったら失礼だけど、なっちゃんもやってるんだよね、なんか5時から。まあなっちゃんのとこに支援を求めようとは思わない。あと逆の立場だったらなっちゃんの支援してほしくないから。やってるけど届く距離では。そんなこと言ったらダメです。わ、なっちゃんもかなりやってる。うん、でもなっちゃんちょくちょく寝てるよ。あ、なう、ベッドタイムやらなきゃ、七並べ。七並べの声はいつ頃ですか？入ってすぐなので 2、3年前です。千日の記念配信も七並べですねって。そうですね、イベント中に千日を迎えるのかなって。七並べの、そうそう。キャンチョメさんこんばんは、こんばんは。まあ、めちゃめちゃ差がつかない限りまではやりますので。昼も並べたって、並べた、あ、てか昼はあの仕事だった、10時2時ぐらいはお仕事です。
こんばんは。そうだよ、5時に起きたからちゃんと。今日はもう本当に記憶が曖昧なんですよ、朝の。なんか眠い中もう無意識にやってるから何も考えずに。私は今日おはよう、自分がおはようツイートしたことも知らないんですよ。でなんかちょくちょくもう2分ぐらい寝落ちするんですよ。2分ぐらい寝て起きてみたいな、ああみたいな、合間とかで、そうって感じなんですけど、そうそうそう、8時過ぎから9時ぐらい、10分ぐらい寝たんですよ多分。で9時に起きて、やばいおはようツイート忘れたと思って、木曜日なのにどうしよう、9時にしてもいいかなと思って、9時でも遅いからもう働いてるよねとか思って、そう時計見ながら、やばい9時になってしまったけど9時でおはようツイート間に合うかなと思って、まあたまに休む日もあるし今日はなしでいっかと思ってツイッター開いたらやってたんですよ、おはようツイート。えと思って、何時にツイートしたんだろう私。そう本当に焦った。木曜日はおはようツイートする日だから火曜はたまに休んでるけど、そうドンマイじゃないんですよ、やってたから、やってたの。マジ8時にツイートした記憶ないから怖い、本当に8時にやってる、偉すぎ。え、もう本当にもう忘れたって思って、そう覚えてないんですよツイートしたことを。怖くない？どうしよう変なことツイートしてたら、朝から。怖いんですよね、なんかツイッター。自動でツイートしてるって、自動でツイートしてたらこんな焦んないよ、勝手に今日もやってくれてるだろう、おはようボットですから。そう変なことなんかうおぼやぼやみたいな、おはようボット。絵文字も選んでた、よかった。本当にね記憶ないんですよ、朝の記憶とか。なんか酔っ払って記憶ないわみたいな感じの気持ちがわかる。記憶ない、キヨトンキヨトン。こんばんは。寝るの昨日は結構早い方ですよ、1時40分とか50分とか、2時前には寝た、3時間寝れました今日ね。住所ツイートしてるかもしれないし怖っ、キャー。試験です、こんばんは、はじめまして。もう少し寝ましょう、全力で頑張って、あれなんですよ、全力で頑張って、これなの。来月いっぱい寝る。大さんありがとう、ありがとうございました。でも3時間ぐらいしか寝てないファンの方いるじゃん、だから私だけじゃないって言い聞かせて頑張ってる。こんくらいしか寝れてないくて仕事行ってる人もいるから。YouTuber さんとかも。ショートスリーパーじゃないんですよ。私ロングスリーパーなんです。ロングスリーパーです。17とか寝るから。
お風呂はね、まあでも七並べしながら昨日入った。そう、うとうとしながら並べて順位どうだった？分かんない、何も覚えてない。なうね、9時10秒から並べます。今日も9時10秒から並べます。寝れてますかって同じことを聞くんじゃないよ。寝れてないよ、そんなの。寝れてないです。こんばんは。あと対戦したの覚えてますかって。あ、でも一発目から私のファンの方に当たった。5時とか私のファンの方3人、なんかドンちゃんとかいなかったっけな。なんかチャットとかできたらいいのになって思った。そう、寝たらすいませんみたいな、始まった瞬間に途中で寝たらすいませんみたいなの送って始める。早く出してとか、チャット機能があったら。牛尾紗理奈さん休養のお知らせだって。すごい、日向坂さんの通知来るんだけど、ツイッターのね。そう、暴言対策だから、なんかゲームみたいに固定の文章だけ打てるみたいな、アイデンティティみたいなゲームの。そう、日向坂さんのツイッターのね通知来るんですよ。だから情報難民じゃないっていう。9時10秒から並べます。すごい、サラピが今日並べてる。めっちゃ2位3位4位がめっちゃ僅差。これはベッドタイムで抜かれるな。今日はアイコンガチャをね10回ぐらい引きましたけど、全然出なかった。10秒。こんばんはね。宮田さん卒業発表した。サラピにスタンプしたが合いそう。あ、大阪フェスのチケット販売開始。お、9時から。もうちょっとだ。そう、1万円って言ってたけど、なんか6000円のやつもなかったっけ。どう違うんだろう、6000円のやつと1万円のやつ買った。大佐ありがとうございました。ありがとうございました。いえ、サクさんこんばんは。マナモさんは読めない漢字。確かにマナモさんって名前かわいいよね。出会ったことないし聞いたことない。マナモさん、1万円はいい席。へー、そうな。一般でお酒だって、一般だったら6000円。したいって私なんか言ったっけ。普通の配信したいとか言った私今。言ってないよね、心の中で思っただけよね。言ってないよね。なんか言ったっけ。こんばんは。最近映画見ましたかって。家ではめっちゃ見てます。おっさんですかって。え、そうそうそう、ちょっと前に
普通の配信がしたいって言おうと思って、いやでもこんなこと言ったらなんか いかんなと思って言ってないはずなんですよ。なのにしたいって言ってきたから、あれ言ったっけと思って、そのあれみたいな、本当に今さっきね、10秒ほい、時間です。あ、私のカードの方いた。じゃあ何がしたいの、したいの私が思った瞬間に言ってきたから、あれ言ってしまったっけと思って、そう、もう頭があれだから言っちゃったんかと思った。そう過ぎてたか、盛り上がったもんね話が。次狙ってください。じゃあぜひ、でちゅうさんありがとうございます。鈴木さん、タルタリストさん、大さんありがとうございます。こんばんは。早く入りすぎたって、8時からスタンバイしてしまってたってこと？それ。こんばんは、こんばんは。やっぴー。そうね、今日は注意してなかったもんね。昨日とか一昨日は言ったけど、早く入りすぎたらダメですよ。ダメですよ。今日言い忘れてた。こんばんは。ばんは。イエイ、3位。次、3分30秒。いや遅いね、3分10秒です。ご飯食べました。3分10です。あ、早いものじゃなの、チケット A10 ゲットって。3分10秒いきます。今日は私は鳥肌っていう映画を2本見たんですよ。鳥肌1と鳥肌2、ちょっとなんか人間のホラーみたいな。10秒いきます。6 8 9 10。こんばんは。ケンスケさん、新人推しさん、ウレタルさん、対戦ありがとうございます。そう、鳥肌を見たんです。でも鳥肌知らんね、みんな。なんか人間的な怖さのホラーって、ホラーの映画なんですけど、そう、ストーカーとかそういう映画を見たから、なんかデリバリーの受け取りがいつもよりちょっと怖かった。デリバリーしたんですけど、取ろうとした瞬間にガーンってドア開けられて、入ってきたらどうしようみたいな。早いものじゃんなの、お席 A って。でもすごくない？デリバリーしたのは焼き鳥ですか？いいえ、鳥肌ってこと？鳥肌知らないよね。え、忖度してよスペードの3忘れてた。スペードの3持ってないですか？私1位取らなきゃいけないんだった。適当にやってた。ないですか？あ、それでもいいや。
ばんばん。よし。遊ぼうの事例？事案？何それ？でも遊ぼうみたいな言われたことある。あ、次5分50秒。5分50いきます。50です。5分50。そんたくよろしく。そうね、次セットするわ。43 44 45 46 47 48 49 50。そう、鳥肌怖いよね。なんかストーカーって感じ。殺される系です、人間に。そう、ストーカーされてたり。 R さん、イグネコさん、ロボリンさん、大戦ありがとうございます。みんな私の推し。忖度よろしくお願いします。こんばんは。気をつけてねってね。でもそういうところがホラーの好きなところ。ちょっと怖くなるところ、現実が。やっぱ改めてなんかマンション怖いって思った、あの鳥肌を見て。なんか知らない人とエレベーター一緒に乗ってたり、玄関先で待ち伏せされたり。そう、人間は怖い。そうそうそう。あの家建てて持ちまこうなってね。なんかつけんというか、セコムみたいなやつ。なんかその鳥肌ってやつで、なんかマンション隣の部屋のおばさんがベランダから覗いてたりとかあるんですよ。そう、ベランダに手形ついてて、私ダイヤの位置持ってます。ありがとうございます。セコムじゃないっけ。次、8分ジャストいきます。8分ジャスト。そうし、なんか知らない間に侵入されてて、なんか前住んでた人の合鍵とかで勝手に入られたり。そう、鳥肌のやつではシャンプーの中身が血液に変えられてたりしてた。怖みたいな。シャンプーしてたら女の人にストーカーされてて、頭洗ってたら血だらけになって、シャンプー見たらシャンプーの中身が血だらけの血みたいな。面白いですよ、見てください。鳥肌本当にあったら怖い話ね。それはお化けやけど、鳥肌は人間なんですよ。そう、なんかピンポンって鳴らしてきて、なんかポストに手紙入れられたり、なんか人間の怖い話。こんばんは。あ、大戦ありがとうございます。モンキーディパンチーさん、ウドムさん、トトーさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。次は10分20いきます。10分20。大戦ありがとう、ありがとうございました。次10分20です。
こんばんは。え、ごめん、1位やった。嘘。え、結果見てなかった。わかんない。10分20秒。3、4、5、6、7、8、9、10。結果見ろって話だよね。カロキ推しさん、滝野由美子さん、ごま油さん、対戦ありがとうございます。ありがとうございました。忖度ハニワのおやつ探したけど見つからなかった。残念。マニアックなんだろうな。なんか富士っていうところのなんかちょっと古い富士のちょっと古いガチャガチャコーナーにあったから。新作じゃないからね。本通りでは見つけないもん。ちょっと古いのかも。おもろってね。ちょっと普通に喋る配信したすぎて、喋りすぎて結果見てないっていう。みんな七並べしてるか。あ、ちょっと積みました。私ジョーカー持ってるのに困った。ね、私がプレゼントで遅れたらいいのにね。え、ちょっと積んだんですけど、業者の中買ってくるし。3位、ダメだ。よく喋りながらできますねって。うん、そんなの送ってほしい。ハニワ、次は12分44秒。12分44いきます。そんなに欲しい？ハニワのガチャガチャ転売しようか。嘘ですよ。早めに嘘って言わんとね、信じる人がいるから。36、37、38、39、40、41、42、43。ほい、よし、ちょっと真剣にやらなきゃ。ごま油さん、ベホゲナさん、ゆきさん、対戦ありがとうございます。ハニワ転売ヤーです。なんか濃いね、響き。ハニワ転売ヤー、リカです。1万円ぐらい？だって交通費でさ、広島来るんだったら1万円は高いけどさ、1個1000円で。なんでこんなんがいると思ってなるけん、絶対旗から見たら。ハニワガチャガチャ1000円、全部売り切れ。あ、みんなツインテールなんだ。へえ、今日はねお仕事あったから。こんばんは、早く出して。っていうスタイル。1000円高い。そうです、転売ヤーですので、バイヤーですので、定価じゃないです。まあでも200円でしょ、ガチャガチャが。そんで送料が何円だろう、120円とかかな。120円でしょ。で、手数料 10% 詳しいみたいな。あ、でもに、そうね、だから500円ぐらい。はい、2位です。まあ、これは私が悪いわ。手札が悪かった。ダメだ、不調です。次、
15分20秒早すぎるかな、まあいいや、20秒ちいかわの何あんあん知らないんだけど、そんな新作。20秒18、19、20。ゲームセンターでガチャガチャ以外にやるゲームは太鼓の達人ありがとうございます。アキアンさん、デンドロビウムさん、トラッちゃん、ありがとうございます。大臣こんばんは。中華の雑誌は買ってないね。でも雑誌はそんなにあんまいらんかも。マイバチはね全然持っていってない。でも今っていうか最近太鼓のモチベ高いんですよ。し休みも結構あるから、なんかゲームセンターに対抗しに行きたいんですけど、マイバチを持って。でも今月は七並べがあるのでそんな暇はないっていう。こんばんは。あ、別で並べて1位狙ってくれたらそれはめちゃめちゃ嬉しい。一番推し力が高いカードで。え、そう、私太鼓叩くよ。太鼓の達人です。こんにちは。そう、さすがに太鼓叩きながら七並べは無理ですね。空手で叩けないから。あ、積んだ。まだ積みました。ジョーカー持ってます。もう終わった。完全に終わった。これ4位だ。箱アイス。次。17分じゃないわ。18分ジャスト。次18分ジャスト。18分ジャスト。ああ4位になってる。18分ジャスト。ジーアクさん、ハートありがとうございます。ヤスルパンさん、タカノリさん、イズチャさん、大さん、ありがとうございます。パスパス。ありがとうございます。ハロー、ハロー。1位、10ベッド1位やったね。めっちゃ稼げるじゃん。いいえ、忖度をよろしくお願いします。1位を取りたいです。17万ポイント入るので。よし、大さんありがとうございました。次20分ジャスト、20分ジャストいきます。20分ジャスト。忖度したいなら取ってください。よろしくお願いします。忖度をしてくれる方。40、20分ジャスト。
どうだ。あ、でも一人違う方がいた。私のファンの方じゃない方がいた。ちょっと今日はお茶です。お洋服おしゃれ。そう、今日髪型がねいい感じだから。どう、可愛い服着てみた。これで、これがお酒だったらなんか地雷系みたいな、歌舞伎町女子みたいな、美縁系女子、ストカンにストローみたいな。ストロー使うんですね。そうそう、アイドルなんで。いつもストローですよ、お話し会とかもすると口紅がつくから。そうそう、なんかアスカの、まあ知らない人も知らないけど、アスカのっていうアニメがあって、こういう服着てお酒の缶にストローをぶっ刺してイエイみたいな。これはお茶です。私はスペードの 1,2,3 持ってるので、スペードの4とか出していただけるとありがたいんですが。誰の番これ？今村さんか。お。おしゃべりしながら、人並みしながらお茶を飲むって。そう、全然余裕ですよ。次は22分44秒いきます。22分44秒。そう、人並べ中なの。22分44秒。人並べの魅力はファンの方とオンラインで同時に対戦ができることです。40 41 42。どうでしょうか。肩こりになります。肩こりになる。お、リチャーさん、24フルートさん、デンドロビウムさんだ。よろしくお願いします。忖度うどん。朝の流れ作ろう。なかなか当たらない。イエーイ。先生ありがとうございます。24フレットさん、デンドロビウムさん、リチャーさん、24フレットさん、ありがとうございます。次、24分の44秒。44秒いきます。忖度よろしく持ってないや。忖度うどんしかないや。後で買わなきゃ。ストレッチ？肩こりの？え？私のファンの方ゼロ。なんでだろう。
早すぎた。こんばんは。ストレッチはねあんましてないですよ。でもウォーキングしてます。最近はウォーキングデッド。あ、そういうことね。次はでも絶対間に合うはず。走らんの走らんけど、でも1万歩歩いてるけど、1万歩ってなんか8キロぐらいあるらしい、距離にしたら。だから結構歩いてるくない？ほぼ毎日1万歩歩いてる。今日は歩かんかったけど。ウォーキングはいいダイエットにもなるので。テレテンテテンテテン。配信抜けてしなるべく、もう配信はラジオで聞いてたらいいよ。ラジオにできるじゃん、映像を見ずに。ひつ並べの画面開きながら配信を聞けるから。そう、8キロぐらい歩いてるから毎日。1万ちょい歩いてるから、だから10キロぐらい歩いてる基本。今日はリンコの誕生日ですね。最近人のタンプレを考えるんですけど、何あげたらいいか本当に分かんない。3日前ぐらいに本通りに5時間ぐらい滞在した時もずっと探したけど、何がいいか分かんなくて、結局迷って迷って困る困るんご。リンコちゃん20歳です。そう、太鼓のガチャした日に、そう、リンコと、そう、四国はね交換してるんですよ。だから田中美穂とリンコの分。お、香水、誰やっけ香水欲しいの。お酒、なんかお酒あげようかなって思ったんですよ、美穂ちゃんに。最初20歳だから。でも母と暮らしてるじゃないですか。だからそれ、ゆきりかからお酒もらったよってなったら、私がお酒を勧める悪い先輩みたいじゃないですか。いるじゃないですか、お酒勧めてくる悪い先輩。だから良くないなと思って。次44秒、28分44秒。そう、うちの子に酒を勧めてくるのかって思われたのもあるから、そう、やめた。44秒。やめましたね。40 41 42 43。オロヨイ買おうかなって言ってた。飲める人なんかな、どうなんだろう。みはひなさん、だいだいさん、やおさん、大戦ありがとうございます。ぺこり、明日体操服届くかな。そういやりんご強そうじゃない。よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。仕事行ってくる、行ってらっしゃい。
私はクローバーの銃を持ってます。クローバーの銃持ってるよ。見てないかな配信。あ、見てないわ。3位大佐ありがとうございました。次31分10秒。大成功できたけど、また対戦して遊んでできますように。ありがとうございます。かーざせさん、なんて読むんだろう。間に合わなかった？早かったかな。大体に30秒の余裕持ってやってるけど、確かに15秒ラグある人とかは早いか。三色ボールペン、三色ボールへそさん、ストラさん、大さんありがとうございます。こんばんは。コキンさんハートギフトありがとうございます。目が疲れた。こんばんは。やっほー、みんな。それ初訪問さんか。目悪くならない。なるなる、めっちゃ。やばいかもしれん、コンタクト。次、じゃあ34分ジャスト、30秒前に言ったよ。34分ジャスト。ごま油さん、深緑さん、べほげなさん、大さんありがとうございます。こんばんは。大さんありがとう、ありがとうございました。合わせてたのね。違うんかと思った。あ、間違えた。並べれた。ありがとうございます。大さんありがとうございます。ごま油さん、深緑さん、ペホゲナさん、ありがとうございました。続いて36分ジャスト、
35秒前に言いましたよ。36分ジャスト、36分ジャストです。大さんありがとうございました。36分ジャストいきます。なんか一瞬重かった。大丈夫か。なんで私のファンの方ゼロ。何があった。1秒ぐらい固まった。どうして。なぜだ。滝野さんと当たった。勝ってください。頑張って待って買ってください。なっちゃん推し、でーちゃん推し、福田さん推し、パンパパンパン。え、一瞬固まった。なんでだろう。東京旅行行きたいな。やりたいこと多すぎて。それでは次は38分20秒、38分20秒いきます。20秒。10月になったら行きますかね。10月休みあるかな。9月のね、来週暇だったんですけど、引きこもるわ。20秒。こんばんは。ベホケナさん、アサシオさん、とにかく新人推しさん、大さんありがとうございます。アサシオさん2回連続だ。私の配信を見ているのかな、見ていないのかな、どうなんだ。ユミリンさんが早朝に3回の切り方を当たった。そうそうそう、毎日だよ。今日だけじゃなくて昨日も。そう、福田さん推しの方2回連続当たってる。まあ2位はまあまあ。次が40分44秒。40分44秒。
セントモ44です。どうだろうか。リカちゃん相手普通に戦ってしまった。嘘、4位だったから忖度してくれたのかと思った。ってめっちゃ煽りみたいな言い方。こんばんは。お、赤巻亀、青巻亀、黄巻亀さん、くまモンの帽子おじさんだ。今日何回か当たった。忖度職人さんありがとうございます。あ、すごい優秀だ。だって全員がパスしてくれてる。あーあああ3人とも1回目のサスにパスしてくれた。初めてじゃない、1枚も出さなかったの。次ついてこえる人いるかな。42分ジャスト。最高。ツインテール似合いますね。好きですかって。ああ、ツインテール似合う？ポニーテールとかの方が似合うんだよね私。言われてるのは。ファインさん、デチューさん、ごま油さん、対戦ありがとうございます。ツインテールは好きなんですけど、イエーイ。髪が伸びてきたから似合うのかな。ポニーテールとかの方が似合うんです。大変ありがとうございました。レチューさん、ごま油さん、ファインさん、ありがとうございます。続いて44分ジャストいきます。44分ジャスト。ミキヤさん、マケドニャンさん、モンキー D パンチーさん、対戦ありがとうございます。あんま、ツインテールお似合いです、ありがとうございます。うん、はい、はい、はい、来た。こんばんは、こんばんは。寝落ちしそう、眠いの。ベッドタイムあと15分、あと15分。ポニーテールをほどいた君を見た。 STU の曲じゃん。
ツインテールです。続いては46分ジャストいきます。46分ジャスト、ね、私も超眠いよ。ベッドに入ったらマジ眠い。目を覚ます方法はなんか飲むことです。ゼロ秒はエミリーさんが合わせてるかも。本当だ。本当だ。全員エミリーさんファンだった。すみません、なんかまず。飲んだら余計に眠くなりそうって。お酒じゃないよ。コーヒーとかお茶とか。私は飲んで目覚ましました。そうなんだ、ゼロゼロダメなんだ。気まずいじゃん。だって滝野さんが来たって思ったら私なんだよ。ファンの方からしたらこいつかよってなってんじゃん。ベッドタイムになると一気成長やな。ね、そうそう、今日はあんまお昼に差が開けれなかったから。2、まあマシでしょう。次、じゃあ10秒にします。00避けて48分10秒にします。48分10秒。ニカちゃんだと思ったら滝野さんだった。それは嬉しいけどさ、その逆はあんま嬉しくないよ。そっちだったら8、9、10。夜ご飯はオムライス食べた。ミキヤさん、レフトさん、鉄次さん、対戦ありがとうございます。2期生かと思って1期生さんに当たるのは多分嬉しいと思うけど、1期生狙ってたのに2期生に当たったらちゃうんかいってなる。ありがとうございます。本当対戦ありがとうございました。ミキヤさん、レフトさん、鉄次さん、ありがとうございます。次はザ50分10秒です。50分10秒。ミキヤさん、ありがとう。ギフトありがとうございます。7、8、9、10。ゆきりかよりうまい大根たちに出会ったことあるって。私そんなうまくないよ。上には上がたくさんいますよ。現実世界ではあんまないけど、現実世界っていうか
リア友とかはいないけど、ゲーム会に行ったら私はもう下手な下手です。なっちゃん推しがいるんだけど、そうそう、リア友にはいなかったかな、そんなに。まあ女の子はね、あんま太鼓の達人しない。私じゃないよって知ってる。土理想2期トラさんと文吾さん、大変ありがとうございます。どこ出してほしいって、あでも出さなくてもいいかも。ダイヤの3とダイヤの K 持ってる。だから、おう、間違えた、パスしてしまった。私がすんなり出せばよかった。はい、大佐ありがとうございます。続いて52分44秒いきます。52分44秒。44。あきやんさん、しゅうじさん、ともあきさん、対戦ありがとうございます。このカード設定してる人初めて見た。ともあきさんのやつ、こんなカードあるんだ、私持ってないや。ガチャ引き忘れた時のやつだ。あ、パスしてくれてる。ありがとうございます。一回もなさずに全員パスしてくれた。しゅうじさん、あきやんさん、ともあきさん、対戦ありがとうございました。次54分10秒。54分10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どうでしょうか。やすべえさん、ドロンバさん、アモさん、対戦ありがとうございます。2人です。なんかコンビニのさ、カフェラテとかってさ、氷が全部溶けたらさ、最後苦いし薄いし飲めない。はいね、ともあきさんのカード持ってない。私もあれコンプできるのすごくない？あの旅のやつだから、一押しでは出てこないやつだから、めっちゃ回さんとコンプできん。私やってない。あれそう、なんか苦い部分が下に溜まってるし、さらに氷が全部溶けて薄いんですよ。そう、苦い部分と薄い部分が混ざって、そう、目が買ったんですけど、目が私の顔より大きい目がです。
シークレットとかあるんじゃん。セブンのコーヒーの割引使ってない。これローソンで買ったっけ。1位取るんかい。次、56分20秒20。スイミーって何。56分20秒スイミーって何。どうでしょうか。かきひこさん、さとちゃん、ティーライダーさん、対戦ありがとうございます。いい感じ。私のファンの方全員モニタリングが終わった。トゥン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 。スイミー知らない。ググったけど魚は何これ。スイミー、あ、本当だ、スイミーがいる。次が、あと2回できんかな。無理か。58になるもんね。運が良かったら2回できる。次、58分20秒、いきます。58分20です。こんばんは、ゲームしております。58分20。ほい、どうだろうか。おー、高典さん、伊豆田さん、メッツさん、ありがとうございます。無理か。当たりました。4位で次行けるんだったらもう全部私がパスして次行くのに。4位じゃ終われないから。終わりかな。ベッドタイム終わりです。え、バースト全然しない。めっちゃ真剣勝負してる。こんばんは。4位です。4位でした。あー、もう無理だ。対戦ありがとうございました。マッツさん、高典さん、井出田さん、対戦ありがとうございました。忖度しないなら時間忘れ見ない。そうなんですよ。今日は
あんま良くなかった。まあまあ 1.3 倍もらえるから、まあまあ、そう、あの合わせないよりはマシかも。お疲れ、お疲れ様でした。七並びありがとうございました。ということで普通の配信をしたいと思います。お疲れ様でした。忖度も頭使う？もうパスしたらいいんですよ、全部パスパスパスバーストで終わりです。そういうこと、忖度しようと頭使うからなんか長くなるし結局できずに終わるみたいな。体調が心配。体調はめっちゃ元気、体調は超元気です。体調は元気です。こんばんは。そう、10秒くらいずれてるよ、ラグあるからね、リアルタイムじゃない。目はめっちゃ疲れてるよ、目めっちゃきつい。今日コンタクト、これワンデー2個目、1日でワンデーのコンタクト2セット使っちゃった、やばい。ワンデーに変えたんですよ、2ウィークから最近。だから1回外したらもう1回新しいの入れなきゃいけなくて、ワンデー2個2セット使った。仕事から帰ってきて目疲れるからメガネにして配信のために新しいワンデーを入れた。そうですよ、目が赤い。嘘、多分それは気のせいです。ほら目は白いです。ワンデー3セットダメじゃん、私よりも目がいるじゃん。メガネ配信は本当にダメ、メガネ配信本当にダメ。ワンデーのコンタクトもったいないから、なんかいらないカラコン使って配信しようかなと思ったんですよ。なんかカラコンの福袋買っていらないカラコンあるんですよ。だから使う場面ないし、配信の2時間ぐらいならいらないカラコン使って捨てたらいいやと思ったけど、気悪くなるかなと思って。コンタクトつけたまま髪も良くする。視力 1.0、 コンタクト入れた状態だったらあります、多分。そう、いらないカラコン、なんかカラコンの福袋買ったらいらないカラコンついてくるじゃないですか、ピンクのカラコンとか、ピンクっぽいやつとか、めっちゃ安い、3000円で10箱とかのやつ買ってみたんですよ去年。それがあるから使わないやつ、使う場面ないしこういうところで使って捨てようかなと思ったけど変かなと思ってやめました。トゥンドゥトゥン、キリキリさん、すすき、ありがとうございます。ファンキーいたの知ってるよ、知ってるけど、知ってるけど、けども、けども、けども、そう、カラコンの福袋があるんですよ、お正月にお得セットみたいな安いやつ。まあ、ですますけども、ですけども、カラコンサイズあるよ、何ミリとか、17点何ミリみたいな。
スインテが似合う本当ありがとうございます。ベースカーブ何それ、なんだい、ほんまにツイン好き多いんやなって。そう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 なんよ。まあ女の子ってツインテールしたら可愛いイメージはあるよね。レンズの曲がりは全然知らない。幅、カラコンの幅のとかならわかるけど何ミリみたいな。明後日のお話から 1,2 時間目、ほうほう、まあ何時間目でもいいや。 1,2 時間目だって10時とかかな。じゃあこんばんは。体操服がね今配送中にはなってるからワンチャン届くと思う。明日届くと思う。配送中。こんばんは。ちょっとライト眩しい。よいしょ。そう、この前のナースの日の振り返りをしていないと無駄になっちゃうので、ナースの日の振り返りをお忘れなく。受け取れる受け取れる。レッスン夜なんで。この家はね午前中に来るんですよ宅配便。本当に早くてもう8時とかに来るから。9時とか絶対午前中に来るんですよ。まだ早いよと思いながら午前中に来る。めっちゃ8時40分とか9時とかに来るからね。それで起きる。9月11しかない振り返り。9月10。時間指定はしてないです。早く片付くから。そうね、でも本当に起きるのが大義です。しかも、ね、全然見せれる状態じゃないから寝起き。明後日は体操服です。体操服。午前中、え、それやだね。11時50分、それはめっちゃ。またピンポン鳴ってから出たんでいいんですよ。起きたんで。届かんかったらドンキ行きますんで、体操服買いに。宅配ボックス開いてないんだよね、いつも。宅配ボックスは全部埋まってるんですよ常に。宅配ボックスじゃないんです、あれは飾り。大義大義。どんな体操服？普通のなんか体操服。短パンと体操服です。でも急に届くと思うけどね。配送中だからさ、今動いてるってことじゃん。モアイさん、かわいいギフトありがとうございます。準備中が配送中になってたから多分届くと思う。届かなかったらみんなが見れてないナースでいいんじゃないって。でも体操服と思って買ってくれた方がいるから、この日は
だからナースが見たかったのは振り替えの方になる。鳥の鳴き声聞こえてきた。チキンにしてやろうか。鳥がいる。鳥が宅配ボックスに入れたまま。ダメですよそれ、困る人がいるんです。早く取ってください。それチキンにしても食べない。チキンにするだけ。最近鳥がね多いんですよ。よく来るんですベランダとかに。なんでって感じよね。昨日も夜10時とか10時過ぎとか0時とかに鳥が鳴いてて、ずっと近くで鳥が鳴いてるなって思いながら。餌あげてないです。巣作ろうとしとんかな。鳥の巣。今日は何時に寝れそうですか？2時までには寝たいですね。ゴイゴイスなんだろう、何の鳥だろうね。さっきも聞こえた。何何何気？こんばんは。地震とか台風とか鳥って予知するっていうね。なんか鳥が地震とか台風。人怖じゃないわ、なんだっけ、鳥肌だっけ。鳥肌を2本見たからさ、鳥肌の映画。夜コンビニ行けな、いいことだ。ああいうの見たらなんか本当に気にしてしまうよね。エレベーター出た瞬間になんかおじさん立ってないかみたいな。鳥肌の登場人物マジ怖い顔してる。そう、鳥肌ってタイトル。いろんな怖い話があるんですよ。なんかよく見つけたねって感じの本当に怖い顔をしてるおじさんとか女の子とか。黒目がちっちゃくなるカラコンとか入れてんのかな。本当に怖いんですよ。フンって笑ってるの、おじさんがこっち見て。フンって怖くない？ナビユキが TCC に立つことを願ってる。ナビユキは難しいかな。現実的回答。エレベーター一人で乗ったと思ったらさ、走ってきてドーンって手を挟まれて開けられたりしたら怖くない？あ、一人だったと思ってドア閉まるの遅いじゃんエレベーター。ウィーンってなってる時にハッてきて乗りますみたいな。キャー。あとその宅配便とかで受け取った後にありがとうございましたって言って閉めようとしたらバンみたいな。ありそうよね本当に。今日デリバリー怖かったもん。来るんじゃないか。じゃあ降ります。いいね。コンビニ夜に行くこと多いのって。夜って言ってもでも配信後とかに行くことは結構ある。まああんま言ったらね行けないけど、取り払されちゃうから。
夜っていうか普通に夜ご飯買いに行く。その3時とかには行ったりしないけど、さすがに。外が見えるエレベーターと見えないエレベーターどっちがいい？どういうこと？外が見えるエレベーター？あの各階に窓がついてるってこと？各階に窓がついてる。なんかさ、各階に窓ついてるっていうか透明の窓。リンコには会ったことないかも。夜に神社に行くと変な人がいる。夜に神社？怖っ。どっちがいいんだろうな。ガラス張りのエレベーターとかある？あんま乗ったことないんだけど。高島屋とかガラス張りのエレベーターだけど、ああいうこと？取り払されたことありますかって。でもね、あれどうだろう、意外とね怖くないんだよね、現実で鳥肌が起きても。なんかその映画が怖いのは、怖い話の映画が怖いのは BGM とかがあるから。そう、松山の高島屋さ、透明のエレベーター歩くない？外が見えるエレベーター。そうそう、でも最近の鳥肌エピソードは、その配信後にオレンジジュースを買いに行ったんですよ。そう、普通に一人でコンビニに、そう一人で。そしたらゆっくり車が、ゆっくり私のペースに合わせてなんかついてくるんですよ、車が。そうだから、なんだと思ったんです。なんか避けようとしたら、そうそうそう、でなんか私のペースで来るから、ちょっと避けようと思って避けようとしたら止まってきたんです。そう、止まってきて隣で、えってなんじゃん。そう、えってなって、そうなんだってなったんです。そしたら窓開けてきて、お姉ちゃん今から帰るなみたいな、友達になってよみたいなこと言われたから、あ帰りますって言って帰りましたっていう鳥肌エピソード。でも全然怖くない、全然怖くない、おじさんでした。全然怖くないです、現実で起きたら。ナンパじゃないよ、ナンパじゃないかな、ナンパじゃないよ。それわしやんって本当に言ってる？わからんのよね、ファンの方かファンの方じゃないかわかんないから、わかんないんだよね。そう、さ窓開けて友達になろうよって言われて、でも優しい、優しい方だった、笑顔で言ってくれてた。友達になってないですよ。ウケる。そう、お姉さん今から帰るのって聞かれたから、そう、あ今から帰りますって言って、なんか友達になりたいみたいな、いやいやいやすいませんみたいな感じで帰りました。優しい方です。なんか普通のおじちゃんって感じ。
お話し会受付中違う、ファンの方か分かんないところがまた怖いんですよね。そうだから遊びに行ってると勘違いされたら困るから、今から帰りますって答えたんですよ。そういや今から帰るんですみたいな、帰りますみたいな。そうそう、ただだってコンビニにオレンジジュース買いに行っただけなのに、なんか変なでも流されても困るなと思って帰りますを強く言っておきました。こんばんは。でも結構あるよそういうの、その同じ場所で2回あるのと、そう3、4回ある、そういう車のやつは。普通に街とかのやつはいっぱいあるけど、車のやつは3回ぐらい、そうあるんかいみたいな。そうです。多分同じ場所で同じ人、その車の人は多分狙ってるんだろうね、あの辺も。同じ車、同じ人。鳥肌エピソードです。鳥肌っぽいエピソード、でも全然怖くない。なんでなんだろうね。ちばゆきりかちゃんもじゃなくて可愛い女の子。そうえ言われ注意、そうちゃんとね巻いて帰、巻いて帰ってます。周り見ながら、そう、そういないかなって思いながらちゃんと家帰ってるから大丈夫です。そうなよね。でもまあまあそういう人もいるんだろうね、広島ってそういう人多いよ。それは怖がるところです。えそうな、慣れてしもうた。一番最初は怖かったけどね、初期の。田舎ではそういう経験ない、全くないですよ。愛媛全くない、そういうのマジでない。多分人見知りが多いと思う、愛媛の男性とか。え運営者言ってる言ってる、普通に普通だよ広島だったら。本通りとかもそんな感じ、そうニコチもナンパされたし、そう普通普通、広島はそれが普通。スーパーとかでも全然あるし。お姉ちゃんどこ行くの？だからそれぐらいじゃなんともならないし、言ってもプーさんクマありがとうございます。クマ全く怖くないんですよね。どうしよう、ねさん可愛いギフトありがとうございます。何されたら怖いんだろう。現実味がない。モアイさんクマありがとうございます。大阪に比べたらマシ。大阪とかもやばいよね。最近大阪行ったけど、大阪もさもうそんな感じ。広島とか大阪とか東京とかはみんなそんな感じよ多分。そうです。車のやつ怖いけどね。ちょっとだけね。可愛いんだから警戒レベルを上げとかないとって。そんなことないよ。僕が知らない世界だって、まあみんなはねされる側よりどちらかといえばね、ワイ東京でナンパされたことないよって、そりゃそうだって、そりゃそうです。
ちゃうなってそりゃそうだよ。可愛い女の子に絵を買わされそうになった。へえ。あ、なんとか勧誘みたいな、なんとか商法。ケンタから部屋から一歩も出ないでください。大丈夫ですよ。モアイさん、かわいいギフトありがとうございます。マルチ商法だっけ。マルチ商法、え、二度ほどある。ダメじゃん、そんなのあるの。え、絵売ろうかなそっち側かいみたいな。買ってください。へー、モテそうな人を狙ってくるのでって。え、買います。ダメですよ、引っかかったらダメです。ひまわりでも書いておろうかな。ひまわりです。ゆきりかちゃんならか。でも可愛い女の子も一緒じゃん、私と。綺麗な、宗教に誘われた。喜んで買ったらダメです。ダメ。高いですよ。小さいのが3万円で大きいのが5万円です。値段つけたい。メイドカフェいかがですか。それはあるよ、広島も。メイドカフェ行ってみたいけど、あのテンションについていけない気する。無理だな。みんなはメイドカフェ行ったらちゃんとあのテンションについていけるんですか。おまじないをかけたいと思いますって来たら、よろしくお願いしますみたいな、いけるってわけ。私は無理だ。でもおまじないかけられたらちゃんとリアクションしなきゃいけないじゃん。うわー、まるまるちゃんかわいいねみたいな。おだまり会ダメじゃん。私もおだまり会しちゃう方なんですけど、いけなくない。なんか私もおだまり会になる方だから行けないんだよね。メイドカフェとか行きたいデュー面白い、面白いわ。でもそういう客もいいですね。デュフやってみて。って無理です。メイドカフェは行きたいんですよ。なんかそういう雰囲気味わいたいけど、超テンション高いじゃん。なんかよく YouTuber さんとかがメイドさんとコラボしてて、メイドカフェがどういうのかわかるんですけど、一人で行ってあのテンションは無理です。私は積んでるカフェ。福田さんは行けそう。福田さんは行けるよ。もやもやキュンとか楽しいよって通ってる方いるんだが、え、行ってみたいんだよね。大阪だっけ、メイドリーミンみたいな。こんばんは。行ってみたいですけど、大阪か。え、まだやれって言われたらメイド側はできるけど、お客さん側は無理なんですよね。メイドのテンションでメイドやれって言われたらまあできなくはないけど、お客さん側やれって言われたら難しい。どういうリアクションしていいか分かんない。
萌え萌えされても分かんない、どうすればいいか。燃えたよデュフフデュフフみたいななっちゃうよ。いやー行ってみー、デュフフフフ。え、ね、メイドカフェ興味ある？愛媛ないでしょあんま。デュフフが似合うね、やだわ。デュフフってあの何なんだろう、 TikToker のさ、なんだっけ、タスクコマって人がデュフフってやるんだけど、タスクコマ知ってるの？タスクコマのアニメめっちゃ面白いやつ、めっちゃおもろい。デュフ握手会の感覚に近いか、だから喋る側はできるけどファンの方側はできないんだよね。だから握手会参加する側苦手かも私も。デュフデュフデュフ、広島ある気がする。なんかたまにドンキで見るよメイドさん。デュフ、そうそう、タスクコマめっちゃ面白い、本当に面白い。よいしょ、充電が 20% になってしまいました。私もあるある、いつでもどこでも激安チャンネルちゃうわ、激安ジャングルか。さよならの予感ね、何時までやろうかな。今日は8時半から始めたから今で2時間ですね、もうちょっとしたらね、ジャングルジャングル。ジャングル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 、メイドカフェ、こんばんは。知らないメイドカフェだと値段が怖いね、高いよね多分。ユーチューバーさん2万いってた。京安？なんだそれ。なんだそれ。でも4人と3人とかで行っていっぱい頼んで2万だった、席取って、食べ物の飲み物デザート食べて2万円だから、まあ相場ぐらいじゃないかな、1品1000円ぐらいじゃない、2000円とか。3人ぐらいで行って2万円。メイドカフェぼったくりもんみたいな、そんな、それはあのサービスしてもらう分あるからサービス料ですみたいな。そのお酒飲んでないよ、起きれなくなったらダメだから七並び期間中は飲まない。なんかお酒飲んだらさ深い眠りにつくイメージがあるから、5時に起きれなかったらダメだから飲んでないよ。偉いでしょ。そう、室内で期間中は飲まないよ。お酒飲んだらでも寝つき早そうやけど起きるのが大変になりそうだから、スッて起きれなそうだから嫌じゃなと思って。確かにお酒飲んだら眠くなるかもしれないけど起きるのがしんどくない？5時間5時で。
あ、メイドカフェの話。メイドカフェってお酒あるの？なパフェとかのイメージだったんだけど。毎日飲んで5時に起きてる？やば。へえ。そう、起きるのシンドバッドになるかなと思って。僕たちはシンドバッドだ。え、メイドカフェお酒あるんだ。知らなかった。なんかパフェとかオムライスとか、かわいいジュースとか。え、お酒飲まないよ普段から。ユケリカにはお酒似合わないでしょ。でしょ。いちごとかでしょ。私はいちごパフェ。パフェどうする。配信終わった瞬間にビール飲んでたら、ああ今日も疲れたみたいな、カシャみたいな。いちごパフェ。ええと思う。それユミリンさんってダメだよ。違うよ。ワイン飲めるけど。プシュって。でも太りそう。配信切れてなくて。でも基本レジでとこまでやってるから。いちごじゃない、いちご、いちごのパフェ。そう、炭酸。今日オロナミン C 飲んだ。朝、毎朝飲んでます。飲まないよ。マジ飲みにも行ってないですからね。誰もいないから、飲める人が。本当に行ってない。もう1年とかそんな経ってないかな。ピャちゃんとご飯行く約束してるのに全然流れるし。ピャちゃーん、ヤクルト戦まだ出会えない。ビタンデー、ビタンデー。え、ヤクルト戦全然出会えん。いつも売り切れ。売ってるけど。なっちゃんとよく行ってる。ご飯はなんかちょくちょく行っとったけど、飲みは全然行ってないよ。居酒屋とか行ってない。最後に行ったのも半年とか1年前ぐらい。あいこと全然行ってないです。早い時間のスーパーか。8時とかコンビニの品出しの時間に行ったら。なっちゃんお酒弱い、めっちゃ弱い。すぐよ。そうなんよね。果物は何が好きなの？果物はメロン、桃、みかんなっちゃん。ナチュラルだのテンションだから。え？
なっちゃんどういうイメージなの？めっちゃ静かだよなっちゃん普段。飲んだらうるさい。マジ。酔ったら泣くタイプいますかって。で渡辺さんがでもそうでしたね。リコチ、でもリコチもお酒飲めないよね。なんでみんな飲めないんだろう。アイドルだからかな。もうアイコしかおらんね。ほぼみんな飲めない。二十歳超えてる人。サーヤンもでも苦手じゃなかったっけ。アイコジは結構いい。あ、そう、サヤカリン、そうだよ、サヤカリンご飯誘ってるんだよずっと。めちゃもう伸ばしに伸ばしに全然いけないんだけど。ピャちゃんね、でもつい最近は具体的な日程立てたんですよ。サイン会の後行こうみたいな。けど今日撮影があるから太るみたいな。偉いよねマジ。リコチも4人で行こうとしとったんですよ。なっちゃんとリコチとさやかりんと私で4人で行こうとしてたけど、やっぱ利己とかダイエット頑張ってるからね。寝たいだけじゃないですよ。まあ偉い、アイドルとして偉いと思います。撮影があるから飲まないというのはすごい偉いことです。リコチね、撮影前って言ってもでもサイン会4日とかじゃん。4日もあるから太らないよって言ったんですけどダメだった。4日前の食事が4日後に出ない。前日に抜いたら痩せる。取れちゃった。だいたいね2日前か1日前に食べんかったらねお腹なんか引っ込むんです。そう、4日前なんかは全然響かないです。ゆきりか理論。血並びのために飲まない人もいる。そうね、まあ、もともと普段から飲んでないからね。なんかお酒意外と高いし。こんばんは。缶酎ハイ。え、でも本当に飲まないんだよね。でも確かに私も太るから飲んでないっていうのもある。なんか分厚くなりそう、二の腕とか肩幅とかがごつくなりそうだから嫌だなと思って。そう、これを150円ぐらいする。そう、ハイボール170円ぐらいなんですよ。
そうなの、200円ぐらいするから。250円とかもあるし。 iPhone14 は買わないです。15かな、次行くとしたら。え、でもハイボールは太りにくい酒らしいですよ。酒細いからって。でもなんかごつくなるイメージがあるんですよ、たくさん飲んでると。この肩幅とかが、だから肩幅がごつくなったら嫌じゃなと思って。本当に飲まないです。二の腕とか分厚くなりそう。肩幅ごついのは一定の需要あります？私はごつくなりたくないです。ワイン飲まない。つまみ、でも昨日ねあれ食べたよ、チーズのやつ。もう捨てたわ。こんばんは。チーズのやつ、そうそうそう、それそれ、おてもちゃんが言ってるやつ。あ、スチューデンツ見た？南海放送。スチューデンツ金曜深夜だから明日だ、告知しなきゃ。え、金曜深夜、あ、そうな、明日明日。温泉、お風呂、温泉、お風呂。そう、日直です。日直難しい、私日直、まあまあ秘密。お風呂、風呂、温泉、海、お風呂、温泉と海と、そうですよ、サウナですね。友の浦、起きてますか？起きてます。私に聞いてる？温泉ロケ行ったの。泳ぐどうでしょう。元気ですか？元気です。はい、元気です。そう、サウナ、サウナ初かも行ったの。あ、そう、潜水島、違うわ、何島だっけ。もう漢字がマジ感じ難しいよ。瀬戸チャレは見てないですね。こんばんは。整ったって、それは秘密。でもロケだったからそんながっつりとはサウナやってないから、そう、本当にサウナちょっと5分とかだったかな、10分とか。プライベートでいつか整いに行きたいと思います。整いました。俳句言う時みたい。今日プレバト見た、俳句の。前違うメンバーが言ってたね、矢野さんが一回行ったことあるって言ってた。矢野さんかな、瀬戸チャレかなんかで。ロケだからね、そう、1日で全部やったからね、あれ3話分。でも楽しかったな、ロケ楽しい。ね、矢野さん一回行ったことあるって言ってた。こんばんは。
何時に終わろうかな。11時ぐらいでいいか。そう、朝4時台に家出てみたいな、23時過ぎに帰ってきたやつ。砂風呂ない。こんばんは。そう、別れの予感です。レッスンは全然忙しくないです。明日でもあります、レッスンは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。サウナ、でもサウナがついてるお家とかあるよね。リーダー、レッスンリーダーとかはないかな。ダンスの先生がリーダーです。サウナ別にいらんかな。別にあんま欲しくないかも。300万、そんなするんだ。でも逆に300円でさ、一生サウナ入れるならさ、あのどうなんだろう、サウナーの人はいいかもしれないね。やめときましょう。そうね、あんまいらんかもな。カラオケルーム、カラオケルームもいらんと思う。あんま使わんよ。七並べの一列どんぐらいだろう。でも元々結構強い方ですよ、七並べ。ショールームルーム、配信ルームか。配信ルーム兼カラオケ部屋とかならいいかもしれないね。配信の部屋とか作りたいな。なんか引っ越したい。通なんだろう、2K か、 2K 引っ越そうかな。2K かな。 2DK ダイニング。ダイニングってなんだ。LDK、 リビングはいらない。あの、一人暮らしです、一人暮らし。え、2K ってキッチン2個ってこと？そういうこと？じゃあ 2DK ってことか。ダイニングって何？ D ってダイニング、そもそも 2K じゃないの？ 2K ってさ、2部屋にキッチンってことじゃないの？2キッチンってことなの？2部屋とキッチンじゃない？合ってる、ボケってこと？あ、よかった。
ね、2K に住んで一つを配信場所にして一つは完全プライベートにしたい。だからもう一つはザ配信の部屋にして、一つはもう普通にベッドとテレビとみたいな。引っ越したお部屋探し行こうかな。3LDK ね、そうだよね、3つキッチンいらな。家賃高くなる、まあ多少だったら、でもちょっとぐらいだったら全然広い部屋に住みたい。でも私即決タイプなんですよ。だからお部屋探し行ってその日に多分住みたい家決まっちゃうタイプなんですよ。2つぐらい見せられたら、あ、じゃあこっちでってなるタイプなんで、じっくり悩めないんですよね。そう、そう、大学の一人暮らしの部屋も数個候補挙げてもらって、そう、最初3つぐらいに絞ってちょっと3つ行ってみてもすぐ決めた、ここみたいな。1日で恋愛もそうですかって、一目惚れタイプってことかな。どうよ、どっちにしようかなってはならんかも。そんなことある？決断力めっちゃある。経営者向きですねって。何経営しよう、 A 売ろうかな、ひまわり。経営者はもっと慎重じゃないと。じゃあダメだ。そう、なんか暇な日に絵とか描いてみたいな、なんか休日の使い方。そう、ユキリカのひまわりです。リッカのひまわり。なんかさ、絵が上手い人が使うペン売ってるじゃん、本屋さんとかに。なんて言うんだろう、筆ペンとペンの間みたいなペン、ああいうやつ使って書いてみたいけど、あれ上手い人が使わんと全然使えないね。23時、まあぼちぼち。なんとかっていうペンです。次のサイン会でひまわり。そうね、サイン会、サイン会ってカラーペン使ったらいかんのかな。あ、絵はね自信ないですよ。絵はね上手くないけど、でもそんなに下手でもないんですよ。中途半端なやつ一番リアクションに困る。下手すぎず上手くないみたいな、なんだこれモナリザ。金と銀使ってたのはチェキ会。あれチェキ会、チェキ会懐かしい。またチェキ会とかもあるね、シングルが出たら。ひまわり衣装じゃないよ、あれタンポポ衣装。タンポポ、ね、席替えなんてありましたね。そういや、気持ちの切り替えはめっちゃ早いです。早い。でも本当に引っ越したくなってきたけど、全然引っ越せるんですけど、あれなんですよね、この家具をどうやって動かしたらいいか分かんないんですよね。引っ越し業者、業者呼ぶのもあれだし。
あーでもな、人コアじゃないわ、人コアじゃない、なんだっけ、鳥肌みたいな現象起きそう。うわ、その今日見た映画鳥肌っていう、隣に、隣の、そう、引っ越して、女の人が、主人公が引っ越して、そう、夜インターホンが鳴るんですよ。隣のものですって。隣のものなんですけど、シチュー作りすぎたので、受け取ってくださいみたいな。で、まあ、信用して受け取ったら、隣の人じゃなかったんです、その人。女の人も引っ越してきたばっかで隣の人知らないから信用してシチュー受け取って食べたら、そう、次の日朝隣の人と遭遇して、昨日はシチューありがとうございましたって言ったら、え？みたいになって、隣の人じゃない男の人が、そう、シチュー持ってきてたんですよ。で、え？ってなってシチュー、そう、そのシチューを混ぜたら切られた舌が出てきたんです。舌、人殺しの人が作った。でもそういうのがありそうじゃんね、ちゃんとしたとこに住まないと。ね、隣の人じゃないっていうね、怖っ。だって隣のものですってさ言われたらさ、あ、隣の人かって思うじゃん。違う、じゃあ誰だったんだっていうね。そういう、そういうの実際はあんまないらしいよって。そりゃそうだろうね、実際にこういうことがたくさん起きてたらやばいよ。あ、隣のモノさんだったんかな、ワンチャンね、あるね。鳥肌っていう映画です。確かに隣に誰が住んでるか分かんないの怖いよね。あ、隣の人の下じゃなくてニュースになってたんですよ、それは。そう、遺体発見、遺体は舌が切り取られている状態でみたいなニュースが流れてるの、テレビで。繋がったみたいな。だからその男の人はその女の子を殺した犯人で、そう、舌はその女の子の舌なんですけどっていう。確かに自分の入れたらね、確かにダメじゃん。とかね、夜中ノックされてさ。確かにこういうの考えるからよくないんだよね。でもこういうの好きなんですよ私、好きだから見てるんですけど、好きなんですよ。ダメだ。岩村さんが太鼓の達人の開封してる、やったの？私もあるよ、見て。好きなのかな、400円するのに。分譲、でも引っ越したい、ちょっと相談しよう。配信部屋と分けたい。てか部屋2つ欲しいし、収納増やしたいし。あ、ガチャガチャが大好きなの？へー、3個？やば、かぶってなかった？ちゃんと選んだかな、見て。これ赤とピンクじゃんわ、赤と青やから横から見たら見えるんですよね、次何が出るか。なんか変な鉛になってる。なんか標準語を使おうとして最近変な訛りになるんですよ。
なんとかだからみたいな。私は愛媛県の人だからなんとかやけんって地元では喋ってるんですけど、最近標準語を使おうとしすぎてなんか変なイントネーションになってしまう。なんとかやからみたいな変な標準語意識しすぎて変な関西弁みたいな。 LINE も変なんですよね。親に送る LINE も標準語でなんか変だからみたいな、なんとかやけんっていうところをなんとかだからみたいな。そう、そうなんです。標準語じゃない？嘘、なんか標準語みたいなになるんですよ。そう、基本標準語なんですけど、そう、愛媛弁も使わんとこうと思ったら変になる。親に LINE したことない？え？標準語より方言女子の方がポイント高い？ほんま？ほんまかいな。そうなんですよ。ほんまかいな。え、そう、標準語女子でしょ、標準語女子なんですよ。エセやんって、エセやないで、エセやない。標準語やさかい、標準語難しい。標準語さかい、エセはダメって、そんなマジレスしないで。こんばんは。愛媛は言葉が柔らかいからいい。でも愛媛の人の喋り方結構きついって言われる。ズバズバ、なんとかやないみたいな、結構きつい、バサバサみたいな。よく言われるよ。そうやっけ、そう、でも葵さんとかもそうじゃない？なんかどうなる？標準語意識しやんでも全然大丈夫やでって。分かった。そんなことないよ。なんとかやんみたいな。おでこぼけ、それは違うよ、愛媛県民じゃない、それ県民関係ない。喧嘩、ふう、ね、葵さんも結構はっきりズバズバって感じ。でも愛媛県民はそういうの喋り方なんですよ元は。私はもう標準語ですけど、そうなんです、そうなん、そうなんですよ。せやで、えって、えってなんや、えって。葵さん、葵さん好きよ。でも
あの感じ安心感ある、くっつけたくなる、そばにいてほしい、そばにいるね。明日 M ステ見ないとね、帰ってこれるかな。割とレッスンが長いんだよね。まあまあまあ、こんばんは。目が疲れた、目が痛い。夏にやり残したこと？あ、でも花火とかまだやってないですね。でも花火見れたし、浴衣も着たし、手持ち花火ですかね。寝ましょう。でも0時までは寝れないんだ。配信しようがしてなかろうが0時まではずっとやってるの。実はずっとやってるの下で。13差が開いとるな。3時間分ぐらい差開いちゃった。夏にやり残したことは手持ち花火ぐらいかな。でも別に全然そんなにやりたくないからまあいいかなって感じです。バーベキューとかしたかったかな。ね、4位になってる。どうしよう。もし入れんかったらこれ全部無駄な時間になっちゃうね。みんなもただ目悪くしただけになっちゃう。初見です、こんばんは。はじめまして。やめるなら早い方がいいよって。いやそれはそうなんだけどさ、今まだまだでもまだいける。みんなはそんなことを、まあね、まあ思わん方も思う方もいるけど私は思うな。9月を全部かけたわけだから。だから普通に行きたいな、なんか見学みたいな感じで。ダメなのかな、無理か。見学とかしてみたい。サラミも結構きつそうにした。そうだよね、そうなん、4人ともみんな同じ感じだから。そうなんですよ。実費ならいけそうだけどって。行ってみたいんだよね、普通に TGC に。客席買って普通に観客として行こうかな。そうそう、みんな頑張って並べてるけどさ、そうみんなきついから全然やっていけるんだけど、強さのレベルが違いすぎるんだよね。ゆきりかの方がやってる。そうなんよ、私が多分一番やってるっちゃやってるんですよ。フルでやってるから。俺も行きたい。福岡だよ、福岡じゃないわ、北九州ね、行ってみたいな。とりあえず12ぐらいまでは頑張ってみよう。12日ぐらいまで。
切り方タイム。あ、吸収済みなの？へえ。じゃあめっちゃいいじゃん。広島から九州は近いからね。全然九州行ける。今回長丁場、そう9月3時まであるんだよね。長いよね。毎日5時起きてさ、毎日2時間睡眠だったら1ヶ月2時間睡眠の女になる。すごすぎる。寿命縮まりそう。こんばんは。まあ多分途中で限界が来て起きれなくなる日も多分来るんですよね。いつか寝落ちして。長崎からが意外と遠い。金曜だから儲けないとね。七並べ。神戸コレクションまで半月ね。そうなんです。5人とかだったらな、3人だからな、4人だったらな、ちょうどよ。ちょうどじゃないか。そうなんだよね。普通に考えて3位以内なんか入れるわけなかったんだよね。今まで7位とか、7位っていうか回数イベントの方だったから頑張って7位。ね、一人だけ回数みたいな、あの前みたいに回数ランキングみたいなあったら絶対行けたんですけど、一人の回数。来月は七並び開くのも嫌になりそうで。でも全然七並べでも そうなんだ。確かに5人だともっと参加するメンバー多い。確かにね。確かに5人なら参加した。私もすっと。運営へのアピールにはなるでしょうって。多分七並べとか見てないよ、マネージャーさん。私が七並びやってることも知らないかね。でもショールームで TGC よりは七並べでしょ、違う、七並べで TGC の方が簡単なんですよね。確かに間違いない。ユミリンさんとかパクロさん普通にモデルの仕事来るよ。確かに間違いない。こんばんは、モーターさん。こんばんは。結果は見てるだろうけど、ランクインしなかったらあとは全部一緒です。4位以下は全部一緒。入れてなければそれはもう全部一緒なんです。そうそう。全然知らないよ、七並べしてるの私が。そう、今日七並べやってるんですよって言っても知らなかった。そんな怪人みたいなこと言わないで。いや、そうなんです。ショールームイベントとかもそうじゃん。
4位以下はなんか別に何位でもいい。あ、そうそう、ショールもイベも一応ね参加することにはしたんですよ。あの本気で全然やらなくてもとりあえず参加だけ、参加希望だけ出したんです。またそうイベント、ビスのイベント。そしたらでもマネージャーさんが「ユキリカならちょっと頑張ったら2位いけると思うよ」って言ってくれたけど、多分参加しとる人が少ないんかな。 STU は他のグループ誰参加するか分かんないけど、 STU の人数とかだといけるんじゃないって言ってくれたけど、最近やったので最近やったからイベント毎月参加だけしようと思ってます。そう簡単には難しい。でもだから少ないんじゃない人数が。ね、前回もだってそんな接戦じゃなかった気する、ビスのやつ。でもユキリカなら2位いけるよって思われてるってことは、ショールームのそのイベント強い認知があるということで、そこは嬉しいことです。お世辞じゃないよ、ダメな子にはやめた方がいいよって言ってくれるから、相談した時とか、あ難しいし病むしやめた方がいいよって言ってくれるけど、いけるんじゃないって言ってくれるってことね。そうですね、そろそろ終わろう。あ、2時間半だ。終わろう終わろう。では終わります。ランキング読みます。13位、ジーヤクさん12位、プーさん11位、マサさん10位、ミニマロンさん9位、ロボリンさん8位、ジャクソンさん7位、理化学研究所さん6位、キリキリさん5位、ヤスルパンさん4位、ハットリさん3位、ベホゲナさん2位、ヤスベイさん1位、モアイさん。ありがとうございました。2時間半喋った。ユキさんは病んでないです。病むっていうのは結果に病むんじゃなくて、その毎朝5時に起きて定期的に配信ができるかっていうメンタルです。順位じゃないです。病むのは1週間過酷な配信をしなければいけないということに対してです。結果じゃなくて、きつい人にはきつい。多分3時間大抵考えて寝坊したらダメみたいな、そうそう、でどうしようみたいな。です。そうそう、イベントね、そう、私は大丈夫だけどね、大変な人にとっては大変だと思う。5時から配信して2時間おきに15分、他に出るメンバー教えてもらえばって。でもちょっとは知ってるけど、でもガチろうとは思ってないから、とりあえずなんか
何かに。まあ新しい人が見てくれたらいいなくらいの感覚で参加しようかなって。90、11、そうね、本当はなんか楽しい配信したいんだけど、質並べがどうなってるかだよね。タコパとかカラオケとかしようと思ったけど、そうシミサラスタイルで行こうと思います。明日も5時に起きます。それでは終わります。今日もありがとうございました。そうまだがつらないと思うと思うってがつらないです。おやすみなさーい。